山頂から望む大保大坊山は、香港最高峰の山である。標高は九百五十七メートルを数え、縄文荒野公園と大坊山荒野公園に属する。深海の湾区と王北の区間にある。山頂は、電波塔や中国人民解放軍の通信防止施設などがあり、山頂近くまで車で行くことができる。ちなみに、その施設は、立ち入り禁止区域のため、 観光客は山頂に近づくことができるが、実際の最高点に到達できない。ビジターセンターや、また登山口付近には、売店と駐車場がある。尾根は、大坊山道と大坊山林道という行き止まりの峠が、山を東西に通る主要な登山道で、西側のメイン登山口から東側に隣接する、よも山への暗部まで、完全に車道である。両山の尾根を合わせ、 マクリホーストレールの第8祖事団でもある。登山道から望む山頂、MTR1 線、1駅および西鉄線、1西駅からバスの便がある。バスは51番の急流バス、上村駅に乗り、大坊山高野公園で下車すれば、目の前に大坊山へ行く登山口がある。バスの運賃は大人片道8.9本コンドルである。平日は、 終日60分間隔と、土休日は15から60分間隔で、6時台から23時台まで運行している。ありがとうございます。